はい、こんばんは、島津でございます。早いね。島津でございます。皆さん、本日はテキサスチェーンソーをやっていくんですけど、そうだね、今日ね、紹介していきたいのは大型アップデで、実はヒッチハイカー微妙なんですけど強化されてるんですよ。で、うん、何が強化されてるかっていうのを、まあ、見ていきたいと思ってます。で、願わくば、まあ、それが活躍してくれれば嬉しいんですけど、果たしてね、どうなるでしょうかね。とりあえず、今回の仲間は、ジョニーとナンシーとヒッチハイカーになります。あと2箇所。うん。あと2箇所取れば100たまる。ナンシーか。ね、骨鳴らしたけど、通知が、騒音の通知が動いてなかった場合は、味方ってことが分かるようになったんで、これはありがたいですよね。はい、とりあえずじいちゃんレベル1上げて、あ、喧嘩してんね。ちょっと喧嘩せんで、ただでさえ、施錠系がいないんだから、ゲート方面行ってくれ。喧嘩やめて、マジで。オッケーオッケー。ちょっとまあ、こっち見とこうか。どっちに仕掛けようかね。いや、ダメだ。もう仕掛けられんわ。そう。その強化したね、内容を確認するために、あと1個罠使います。はい。何がね、強化されたかっていうと、バルブのタンクの目の前にトラップを設置できるようになりました。実は、大型アップデ前って、あ、殴ってる殴ってる。やった？お、いけるいけるいける。オッケー、ナイスナイスナイス。失血。よーしよしよし、よかったよかった。1、2発ね、殴って血液取ろうかって思ったんだけど、罠解除意外とあれ時間かかるんですよね。ワイヤーの罠解除。うん。だったけど、さっき殴ってたから、もう瀕死？ダウン寸前だったみたい。で、話戻すと、そう。アップデ前って、バルブの真下に、あー、やばいやばい。あ、ジョニー、ジョニー、行け、ジョニー行け。バルブの真下にトラップって置けなかったんですよ。だから、落としたくさいね。だから、そう、バルブ攻められたら、トラップを真下に置けないから、足止めができなかったんですよ。うん、時間稼ぎができなかったの。で、バルブ開けられてしまって脱出っていうパターンがあったりしたんだけど。オッケーオッケー。ちょっと待って、気づいてないふりして。大丈夫。いるのは分かってる。オッケー。ここはまあまあまあ大丈夫かな。うん。よかったよかった。巡回してて。鍵に強いコニーがいたから。そう、それで脱出されてるっていうパターンがあったんですけど、今回の大型アップデで、バルブタンクのところを足止めできるようにして、バルブタンク脱出をやりにくくしたんですよ。うん。ただ、まあ、今後の動画で、回り込んで回り込んで回り込んで。ナンシー？ナンシー！今のは、あ、もうあっち行ってる。うん。今のは回り込みでしょう。ただ、バルブタンクなんですけど、また、
近いとからへんに動画にするけど弱体化入ったんですよね。っていうのもあって昔ほどねサバイバーがね攻めてこなくなったんですよ。うん、だから今回設置したけどちょっと場合的にはもうあそこがバルブタンクの真下に置いたのが最高潮だと思うんで、はい、ちょっと本来ならねよし邪魔できたぞっていうのを見したいんだけど多分ねそれは叶わない気がする。だから今日はまあちょっと地味なテーマではあるんですけどご了承ください。ただバルブをねうん攻めるっていうサバイバーの時はやっぱ足止めはできるから強くはなったんですよねヒッチハイカー。ん？いるの？わざわざ来たってことはいるのかもね。あの見れるから。オッケーオッケーオッケー。みんないい感じにばらけてかっこ激やしてるね。ナイスナイス。来るか？いや来ないから。落としたんですかね。あと2人いいんだよ。バルブ攻めに来てバルブ攻めに来ていいんだよ。あオッケーオッケー。場所分かった。いいよそこいるよ。おおトラップ引っかかった。来い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 。はーいようこそ。サクサクやれた。なんかもうこっちに来るんじゃないかなって思ったけど予想通りでしたね。で今そこに隠れてる。オッケーオッケー。ね隠れてたからコニーをやってそっから切ろうかと思ってたんですけど多分ジョニーがペロってしたからバレたって思ってもう飛び出したんでしょうね。それかまあ通知が来たか。はい、レベル5です。あとは、アナか。下折った。頼む、誰か来てくれ。アナが、こっから動かん。誰か来てくれ。あ、女ボゲー。この後切りつけてやるから覚悟しろよ。誰か来てくれー回り込めないんじゃレザーフェイスがいないから。やっぱ地下はねほんと運によっては。回って回って、ここはここ俺が見とくから。回って、やっぱ運によってはねこうなりますかんね。うん、地下に逃げられたらやっぱきついね。だからレザーフェイスがいない時はもうほんと上を巡回して出さないように徹するっていうのが一番なんだと思う。うん、地下だとこういったので時間を稼がれるから。早く回って早く回って何してんの。いる場所分かってるでしょ。来なさいよ。多分ナンシーはどうにかして回ろうとして、あ来た。もうもうね、膠着状態が嫌になったんですかね。戻った。あ、ポイントか。ポイントを稼ぐために来たんでしょうね、わざと。ほら、骨取ってる。早く来て、この無用な、無用な時間を終わりにしましょう。違う、回ってって、回ってって。俺待ってるから、こっちで。待ってくれ、マジで。ナンシー、やっと降りてきた。場所が分かんなかったんですかね。あれ、行ったね。あ、行った行った。OK。もうやってくれ、ナンシー。あ、やった。悲鳴が聞こえた。あ、やってんね。ボッコボッコ殴ってんね。OK。どうにか、はい。全滅ですね。
ということで、本日はですね、微妙にヒッチハイカーが強化されたってことで、そこを見ていったんですけど、まあこういった感じでバルブの下に、トラップを置けるようになって、バルブ脱出の遅延につなげられるようになりました。非常にね、地味な強化ではあるんですけど、まあ、サバイバーの方針次第では、しっかり役立つ、強化なんで、まあ今後ね、バルブから脱出しようとする人がいたらね、しっかりと設置とかして、遅延に持っていければいいかなと思ってます。はい。ということで、本日はここまでとさせていただきます。またこういった感じでちょこちょこ動画出していきたいと思うんで、よかったらね、また見に来てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津のテキサスチェンソーになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。